あとはもう引っ張って手を離すだけで打つことはできます。おお、見た今の。ノッカーというんですけども、獲物に引っかかる糸になってまして、はい、それではいよいよこちらの仕掛け弓を動かしていきますが、お腹あたりになるとこのように発射される仕組みになっています。